はい、缶ができまして、この酒は福井の、蜘蛛の井酒造でいいんでしょうか、純米吟醸蜘蛛の井、東雲というやつを缶してみまして、泡を立ててするような変な、こんなのおかしいよな。はい、約1合までないですが、はい、温度としては40度ぐらいか、40度あるかないかぐらいの、うん、いや適度に酸味が効いて、ああ冷やで飲むときは、まあ、なんかこう冷やで飲むときはなんかこうチャーンとこう少しおとなしい、当時さん、社長さんが、ちょっといつもおとなしい社長さんが、なんかこう、ちょっと、なんかこう、ちょっとこう、本音をぶちまけたような感じで、こう、カーンとこう、少し、酸味とともに、何か喉に、こう、伝えようとするものが、こう、入ってきます。いいな。なんか自然にこうどんどん飲めてしまうような不思議な酒、だいぶ、はい、あちこち何軒か回った後にもう飲めるかな、もう一杯だかなと思っても、またさらにこの酒だったらなんかまだ先に、まださらに飲めそうな、そんなような酒のように気がします。多分こういう酒を飲み会で使うと、最初のインパクトはそうでもないんだけど、ってみんなが驚くことはねえんだろうけども、飲み会が終わってみると一番減っとったっちゅう、そういう酒だねえかと思います。こういう酒が一番ありがてえんじゃねえかなと。で、翌朝起きた時もすっきりと目が覚めると、嫌な変な二日酔いもなくすっきりと起きられるっていう、そういう酒なんじゃねえかなと思います。今回6月から始まった夏の酒の、夏の、当店の頒布会、最後9月の、酒がこの酒です。届いた方には、そうですね、まあ冷やで飲んでもろてもいいんですけど、やっぱり缶してぬるめと厚めの缶2つぐらいやってもらいたいなと。飲み比べてみてください。余分もチートありますんで、店に来て買うてみようかなと、飲んでみようかなと思うこと方、店にも少しばかりありますんで、寄ってください。はい、よろしくお願いします。ガチャガチャうるさいですけども、これイニシエの印刷を今やっとるところです。はい、それも一緒に、お届けしますんで、よろしくお願いします。以上、佐藤伊藤酒店晩酌1号1会でした。